小松教訓、清盛邸の一間に押し込められたままの新大納言成親は、次第に冷静になるにつれて、陰謀露見の理由をあれこれと考えていた。それにしても、用意周到にとは思い続けておったが、どこかに迂闊な点があったのであろう。北面の武士のうちの誰かなども、今にして思えば少し迂闊であったか。いろいろに思い巡らしているとき、後ろの方から荒々しい音がして、障子を手荒く引き開けたのは、満身怒りにおののいている清盛その人である。そもそも、そこもとは、平治の乱で殺されるばかりのところを、重盛が命乞いして助かったお人、それを、どんな恨みがあってのことか、当家の滅亡の陰謀に加担せられ、それでも人間か。人間は恩を知ればこそ人間。受けた恩を仇で返すは、さてもさても畜生同然。さあありのまま、逐一隠さず、この清盛に聞かせられたい。言葉は丁寧だが、土器は言外にあふれ、成親は恐ろしさに身も縮むばかりであった。全くもって、さような恐ろしいことに組みした覚えはございません。誰か私に恨みを持つ者の残言では、お黙りなさい。この後に及んでも、まだしらばっくれるとおっしゃるのなら、これ、誰か、最高の自白調書をこれへ。持ってこられた最高の白状書きを、声高らかに読み上げた清盛は、これでもまだ知らぬと言われるか、これでもまだ弁解の余地があるというのだな、と、肉肉しげに成親を睨みつけ、書類を顔に叩きつけると、障子をガタッと閉めて出て行ってしまった。しかし、それでも清盛は腹の虫が収まらなかったらしい。難波の常藤を、瀬能の金安を召し寄せると、キャツを庭へ引きずり出せ、と言いつけた。二人は一瞬顔を見合わせて、互いの腹の内を確かめ合った。何をぐずぐずいたしておるのじゃ。清盛はイライラしている。さようにございますが、成親卿は小松殿のご親族、小松殿の思惑もいかがかと。恐る恐る切り出すと、案の定清盛はカンカンになった。この馬鹿者、お前らは重盛が大事で、この清盛の命令は二の次だというのだな。それならそれで清盛にも考えがあるぞ。大きな目をぎろりと動かした。二人はこの上の犯行はかえってよくないと思い直して、仕方なく成親を庭へ引きずり出した。その様子を見て清盛はしばらく少し愉快そうな顔つきになった。それ、声を出すまでねじ伏せろ。二人は左右から清盛に気づかれぬように成親の手を取ると、何でもいいから声をお出しくださいませ、と囁いた。成親はいかにも苦しそうにうめき声を出した。その様子を見ていると本当に切なそうで、全く地獄でシャバの罪人を業のはかりにかけ、女張の鏡に引き向けて、閻魔大王の家来たちが折檻しているようにしか見えなかった。
成親は庭先に頭をすりつけられながらも、息子丹波の少々成常をはじめ幼い子供たちがこの後どんな苦しみに遭うのかと、そればかりが心配であった。ちょうど6月のさなかで、気候も暑い上に、今炎天下に引き出され、汗と涙にまみれながら、成親は小松殿だけはなんとか良いように取り計らってくださるであろうと、そればかりに儚い望みをかけているのであった。その小松内大臣重盛は、事件がまず落ち着いた頃になって、嫡子維盛と同道でわずか七八人の友を連れたまま、何事もなかったように悠々とやってきた。清盛をはじめ一同が意外な面持ちで見守っている中を、ゆっくりと重盛は車から降り立った。定吉がガッと走り出て、お家の御大事というのに、また一人の兵もお連れにならぬとは何としたことで、と問いかけると、重盛は静かな口調で、大事とは天下の大事を申すものじゃ、かような私事を大事とは言わぬものなのじゃ、と言い捨てて奥へ入っていった。今の今まで物々しく武装して緊張していた者たちは、なんとなく決まりの悪い思いがしたのである。屋敷内に入ると、重盛は早速成親を探して歩いた。あちらこちら障子を引き開けしているうちに、とある一間に厳重に木材を打ちつけたところがあった。押し入ってみると、成親がうつ伏せになったまま泣いていたらしい。途端にパッと顔を輝かせて重盛にすがりついた。地獄で仏とはまさにこのことであろう。どうしたわけか、かように情けない目に遭っております。あなたのおいでを今か今かとお待ちしていたのです。かつて平治の乱にはあわやというところをお助けいただき、その上今日は小二大納言にしていただきました。年弱い40を超え、生きている間にご恩をお返しできるかどうかさえわかりませんが、何とぞ今一度この命をお助けくだされませぬか。命さえ助かれば、出家遁世の上一生菩提を弔って暮らします。どうぞお願いいたします。もちろんですとも、まさかお命を取り上げるようなことはないでしょう。万一そのようなことがあったとしたら、この重盛が我が身に代えて除名を嘆願するつもりでいますし、何とぞそんなにお嘆きにならないで気を強くお持ちください。優しく慰めて早速清盛のところに行った。父上、お行き通りはもっとものことと存じますが、成親卿の首をはねられることはおやめになった方がよろしゅうございます。とにかく白河院の御時からの名家で、小二大納言というご身分、加えて院のご寵愛なみなみならぬ人を殺すことはどんなものかと思います。都の外へ追放すればそれでよいではございませんか。昔から菅原道真公、あるいは源高明公といった人々が残言のために無実の罪を着せられた例もあり、往々にして誤りはあるものでございます。刑の疑わしきは軽んぜよ、公の疑わしきは重んぜよという言葉もあるほどでございます。ましてお手元に現在召し取られている以上、
逃げも隠れもできません。急ぎ処刑の必要はちっともないはずです。いつもながらの重盛の能弁には清盛も言葉を差し挟む余地もなく、苦虫を噛みつぶしたような顔をしていた。私がかように成親卿をかばうのは、私が成親卿の妹を妻とし、またこれ盛が卿の婿だからといった縁戚関係があるから言うのではないのです。その点、よくよくお間違えくださらぬよう、私はひとえに世のため、君のため、そして我が一門のためを思って申し上げているのです。かつて小納言入道新税が25代耐えていた死刑を復活し、藤原仲成を殺したり、また左大臣頼長の死骸を掘り起こしたりなどして評判を落としたことを覚えておいででしょうか。昔からよく死罪を行えば謀反の共柄絶えずと申します。平治の乱に新税の死骸をわざわざ掘り起こし、首をはねて晒したこともありました。あれなどは新税が自ら行った行為が我が身に返ってきたと申しましょうか。とにかく恐ろしいことです。成親卿らは気も弱い男ですし、それほど大胆な人でもなく、まして朝敵というわけでもなし、いずれにしても成親一人を死罪にしてもしなくても大したことではありますまい。父上には一代の栄華を極められて、これ以上のお望みはないでしょうけれど、この上は子孫代々いつまでも一門が繁盛してほしいと思います。とにかく先祖の悪事が子孫に及ぶことがあります。良いことを行えばまた必ず報われることもございます。何とぞもう一度お考えになって、今宵の死刑は思いとどまってください。理路は整然と、情には溺れず、あくまで大義名分の立場から解き起こしてくる重盛の正攻法には、いつでも清盛も兜を脱がずにはいられない。とうとう成親の死罪だけは思いとどまった。